ソフトとか蛍光ソフトの方を使ってます。色は黄色は出すんですけど、ソフトの形質と空気停止が熱の的に青く使って、電子黒板クッソ高いです。あとマーカーとかネクトーカーとか、これで選ぶことができる。あとはじゃあ長嶋先生のやつでも見せちゃおうかな。はい、こんにちは。それじゃあ頑張っていこうか、やっていこうか、今日も。ということで始まりました、もっちゃチャンネルです。そうですね、今回はただ呼びのスタジオから豪華ですね、チョーク紹介。うわー、こんな豪華なやつになんてしょぼい内容なんですが、まあね、前にちょこっと紹介したことはあるんですけど、ただ呼びのチョークをちょっと紹介しようかなと思いますね。そうですね、まあこれが羽衣チョークと言われるやつですね。昔あってもう今売ってなくて、結局韓国の会社が買収したみたいですね。だからこれはプルタッチプンピューって書いてますね。フルタッチ、そうですね、あの F の音が韓国語 P になりますから、だからプルになってますけど、プルタッチ、タアの音はアに変わりますので、タッチプンピル、ピル、あの4ピルとか、あの筆系ですね、ピルっていうのはね、プンピルっていうのがチョークのことですね。こういう羽衣チョークっていうね、これだからなくなるときすごいね、みんな買い漁ったんですよ。いろんなね、人が買い漁って、そうなくなっちゃう、羽衣チョーク、羽衣チョークってなったんですけどね。なんかどうだろう、なんか、こんな、ね、こういうやつで、だから東進が基本的には買い占めた、ね、やつなんですよ。知らないですか。だからまだね、スタジオにはあるんですけど、日本製の羽衣チョークね。で、他の色ね、羽衣のこれね、まあ、これ人気ないです。予備校の先生使わない人多い、見えにくいんですよね。でオレンジで羽衣の、あ、蛍光っぽい黄色だな、これ。普段見る羽衣の黄色と違う、日本のね。それとこれが、ね、黄緑で、で人気のない青、ね、これ使わない先生多い、見にくいっていうね。だから黄色ピンクで基本的にやる人が多いんだよね。そうだからこうやってピンクいっぱい、ね、持ってる人が多いよ。これこういう形でやってる人が多いですけど、ただまあ自分自身じゃあ何使ってるか普段ですね、まあ、ここでこのスタジオでやるときはそう、まあ、羽衣チョーク使ってますけど、このダストレスっていうの、これちょっと長嶋先生使ってるやつですけど、分厚いやつね。ダストレスの方がなんか消えやすいそうなんでやってて、そうそうそう、こういう別の、ね、ハードになってますね、今ね、日本で売られてるやつは。そうそうそう、可愛いとこも、そうそう、校舎によってはね、これになってるとこもあるし、そうそう、校舎によって置いてあるチョーク違ったりするからね。でこっちはソフト系のやつだったり蛍光系のやつですね。ソフトので、ソフトとか蛍光とかって言われるやつです。自分自身は、ちなみに普段の予備校の授業ではその羽衣もないからダストレスですね。白はダストレスで、黄色もダストレスを使ってて、であとはハードっていうのがあるんで、ハードチョークの白の方を使ってて、よいしょ、これないのかな、ハードに当たるやつはないか。でダストレス、ダストが出ない、だから粉があんまり出ないからダストレスチョークの方がいいんですよとかって、まあ、コメント欄に来た時も確かあったんだよね。でもね、ハードと比べてね、ダストレスの方がめっちゃ粉出るよ全然レスじゃない、ハードの方が出ない。でだからそうそうそう、可愛いのだから一番前のさ生徒たちとかこうやって受けてるもんね、とかこうやって机の上の粉をこうスパスパスってどかして受けてるんだけど、最近はマスクしなきゃいけなくなったから、まあ良かったかな、ある意味その点では良かったと思いますけど、生徒たちもね粉を吸わなくなったから。そうそう、でだから一回ハードに変えたことがあるんですけど、ハードにしたら粉がねほとんど出なくて、生徒たちからわー、ハードにしてくださいよって言われたことがあるんだけど、でもハードの方はね、ダストレスよりもね細く出るんですよ、字がね。字が細いから、だから後ろの方とか見にくくなっちゃうん で、あとは書きやすさが、自分はねダストレスの方が書きやすいんで、だから、ね、ダストレスにしてるんですけどね。そういう裏が実はあります。で色付きの方は私ね全部ソフトとか蛍光ソフトの方を使ってます。色は、あ、黄色はダストレスですけど、それ以外のやつは全部、ピンクももう青も緑、黄緑のやつもソフトでやってますね。オレンジあんま使わないんですね。オレンジあんま好きな色じゃないん で、普通は青はあんま使わないんですけど、私は関係紙とか青で書く人なんで、関係紙と、トゥーフテイシかな、基本的に青使うんで、そう、知らなかったですね、そういうルールがあったとか。まあ例えばの場合は電子黒板もあるからあんま分かんないと思うんですけど、そういうのがあったりしますね。あとはじゃあ
長嶋先生のやつでも見せちゃおうかな。このだるまね、なんか置いてあるやつですね。ここにここにいつも置いてあるですね、だるま。軽っ。これどこから買ってんのかな、群馬かな。長嶋先生こういうの使ってるんですよ。こういうこら、ね、こういうこうやって長くするやつね。そうそうそう、まあ短い学校とかでもあるよね、短いやつこれで入れてやるとか。これなんでやってんのかな、手が汚れないようにしてんのかな、うん、とか。刺し棒、そんな刺し棒使ってるイメージないけどな、あんまり使ってないよね。あ、でこれがほら有名な この分けるやつです。あのこの黒板を、しまった、長嶋先生のやつをぐちゃぐちゃにしちゃった。多分ねあるんだと思う、置き方とかすごいこだわる人だから。多分こう来て、あれ誰か触りましたって言われそう。なんか位置が違いますよって、ね、え何これ。ああ、髪の毛止めてますもんね、長嶋先生ね、あの長髪だからこうやって。そっか、そんなとこなかった。輪ゴム。ああ、そうだね、長嶋先生長髪だからね、髪の毛止めてるもんね、はい。あ、え、何、着物が邪魔だからこうやってつけてるってことなんだ。そんなところに、別に加圧式トレーニングではないわけですね、こうやってわーみたいな形でもない。あ、そうなんだ、そんな感じでやってるんだ、知らなかった。やっていこうか今日も、ほなね。あ、確かにでもこうやってるイメージはあるわ、こうやっていつも使いづらいんだね。こう、まあ、こういう形になってて、なにこうちっこいやつがある。あ、これがもともとついてたやつってことかな。ダストレスって書いてるこれ。何、違うやつ、これのやつでしょ。あ、別に買ったやつ、なんでこんなちっこいの買った。ダストレスって書いてあるわ、これもダストレス。あ、全部ダストレスの黒板消しだ、だから合うんじゃない、ダストレスと。多分もしかしたらダストレスチョークと分からんけど、なんかね消えにくい時とかよくあるんで、羽衣のやつがうまく消えなかったりするんで、なんかねピンクが消えづらい、赤が消えづらい、いろいろあるんですよ。あの当時のスタジオだったら青が消えづらいとかで、某校舎だったら何も消えねえとかですね。あったりするんですよ。でこれが黒板消しクリーナーですね、はい、皆さんおなじみ一家に一台ですよね、パナソニックのやつ。なんか地方によって呼び名違うんですよね、なんか謎の呼び名があるって聞いた、なんだっけ。そういう感じでやってますね。で、まあ、こっちには電子黒板があってね、電子黒板書いてるのがこれで書いてるんですけど、まあ、長嶋先生ね指で書いてますもんね、謎のこうやってこうか。はい、そんな感じでここです。あ、でここにここで水がだいたいこう倒されて置いてあるんですよ。頭身とかもそう映んないようにこうやってなったりしますね、こういう教託になって。はい、こんにちは、それじゃ頑張ってとか。 あとはそうですね、これ赤輪教えてるあの参考書、自分のやつが入ったりしてますね、はい。吉田赤井さんねトイック教えたりしてますから、はい、そんな形でこれが黒板消しに長いね、黒板消しは 3サイズもあるっていうね、黒板消しは3つのサイズがあるっていうね、アリさん、はい、どうでもいいですね。さあ、そういう感じです。あ、ちゃんとね黒板マス目入ってるんですよ、マス目入ってて、そうちゃんとねこう板書しやすい色になってますんで、はい。でこっちの方はねこのペンプラスっていうのをですね使ってるんですよね。でこのいろんな色とかここに来れるやつっていうのは、ね、選べるんですよ。そうですよ、結構ねコメントとかねツイッターとかでも見たけど、このいいな電子黒板ちょっと高いっす。いいな、うらやましい、いくらなんだろうとかってね、ぶっ飛びみたいになっちゃうと思いますけど、そうですね、こうやって置くとこうやって選べるんですよ、この色とかさ、マーカーとかね、太さとか、これで選ぶことできるんで、すげえぶっ飛い、これどうなんだろう、おお、すげえ、うわーすげえ、ね、こんな感じでね選ぶこともできたりするわけですね。色40にしてみた、40だ、まあ多分、ね、長文やるときにはやっぱこれないときついかなと思ってるんで、このマーカーのやつね、使おうと思ってますね。で消しゴムとかね、消しゴムサイズもね、おでかっ、最近ちっこいのにしてますねこれね、みんな選べるんですよ、消しゴムのサイズもでっかいのからちっちゃいのまで選ぶことができるわけですね。まあ同じだよね、当時のスタジオで使ってるのと同じだよね多分ね、はい。でまあ、自分自身がまあ大体この4色なんで、うわでかっでかっ、どれぐらいだったかな、7、そんなちっこいの、
まあ、ここでも選べるんだけど、ここでも選べるってことですね。そうそう、自分が使ってたのはこの色だったんで、この6色でやってたから、それと同じにしてもらってますね。こういう感じなんですよ、こういう感じで撮ってる。他にもね、なんかいろんな機能が実はあったりするんで、こうやって遅刻したりとかさ、これ見えますね、こうやって小さくしてどかしたりで、これ押せば戻るとか、そういったのとか、いろんな機能が実はあるんですけど、だいたいカットしてるから多分気づいてないと思うんですけどね。あ、まあこれが、あとはそっか、さっきやりましたこれね、全消し機能とかね、一発でこう消えるとかっていうのがあったんで、ページ、あ、見せちゃいけないよまだ流れてないもんね。そうだ、ページ送りでページめくる、まだ流れてないから流しちゃいけないや。もう企画の3で、今日だから今企画終わったんですよ、全部やったんで、一応基礎英文法講座のでっかい単元は全て終わったっていう感じなんですね。はい、この後いよいよ細かいのやったりとか、読解やったりとか、出題形式別ですね、会話問題をこう解けとか、正誤問題をこう解けとか、そういう出題形式別に移りますね。そうそう、で夏の途中ぐらいからは出題形式別やるっていつも言うんで、だからそういった形でね、やっていくと思います。はい、こういった環境で撮影してるんだっていうことですね。はい、こんな感じです。ぜひですね、はい、皆さんまた見続けてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.